カタカイで ASTM 関西ガールイエーイ、今日来ていただいたのはいつもおなじみのキングマンの肉肉と初登場となります三拍子の久保さんです。よろしくお願いします。すごい、いやすごい、久保さんはジャニーズ全般のファンって感じなんでしたっけ？そうですね、で僕一番好きなのはタッキーなんですよ。同い年で地元一緒なんですよ。すごい。そうそうそう、基本的に僕は楽曲がすごいみんな全部好きで。ああ、キンキの楽曲は何が好きですか？わあ難しい、かっこつけずに愛の塊って言いたいんだけどああ確かに結局そこなんですけど。そうなんだよ、結局それ書いてなっちゃうんですよね。ちなみになんですけど、この YouTube ライブ配信というか YouTube を立ち上げたきっかけとしましては、つよしくんと結婚したいために始めた YouTube なんですよ。ズバリ、久保さん、つよしくんとの結婚、今のところ何パーセントありそうですかね？ゼロ以外は答えがちょっと分からないんだけど。待って待って。今日やる企画はですね、こちら、ババン、17歳のつよしにプレイバック、教えて、るいけ先生よっ、ありがとうございます。じゃあ、るいけ先生をお呼びしたいと思います。るいけ先生、あ、来たー、どうもー、るいけー、どうもー。いや、もうるいけくん知ってます、すごい人なんですよ、本当に。ちょっとじゃあ、るいけくんの方から細かい自己紹介というか。はい、元子役なんですよ。そうなんです。 TBS のスイートホーム、映画の傷だらけの天使ってミュージカル、ミスサイゴンっていう、はい、あれの市村正親さんとかも共演しましたし、とかが代表作であるんですけど、まあ、うんうんうん、今日呼んでいただいた、そうですよね、あれですよ、あれ、僕が8歳の時ですね、はい、TBS のドラマの若者の頃、やったあやったーじゃない、これです若葉の頃で堂本剛くんの弟役をやってました、ゆうた役を、ゆうた、ゆうた、ゆうただゆうただよ、ゆうただ、すごいすごい、いろいろコメント来てますね。撮影当時の裏話を教えてください。やったい、めちゃめちゃ聞きたい、言ってくれるの今。いや、僕一番覚えてるのはすごい間に遊んでくれるんですよ、剛くん。優しい、いや、何して現場に実際、まあ、おもちゃとかもあったりして、まあ、サチが、まあ、人形で遊んでたりとかすると、一緒に入って遊んでくれてたりとか、優しい、台本も覚えなきゃいけないのに、すごい。でも台本完璧なんですよ、全然練習してるとこ僕見たことない。マジですか、はい、完璧なんだ。じゃあプロ意識は高いんだよね、だからね。光一くんはいつも眠いって言って寝てました、はい僕が当時学校で官庁流行ってたんですよ、はい、1に気をつけ、2に構え、3にしゃがんで、4に官庁みたいな、はいはいはい、それをそのまんま剛くんにやっちゃったっていう。どういう反応したんですか？え、普通に乗って一緒にやってくれて、めちゃくちゃ乗れたから、同心だよね、同心、はい、だから僕、剛くんと官庁し合った仲になってます。剛、はい、さんの性格とはどんな方でしたか？まあ、ね、優しいって感じですね、うん、そうね、性格はもう優しいイメージしかないですね。勉強も僕に教えてくれたりとか、多分掛け算とか普通に僕、剛くんに教わってます、はい、マジか剛くんの香りを教えてくださいも来てます。どうやって当時香水だとは思ってなかったですけど、めちゃくちゃいい匂いするなと思ってました。やっぱそうなんだ、はい、何の匂いだろう。ちょっと今度再現してください。いや無理無理調合、調合して、調合ね、調合できればドラマ中とかにはさ、歌の練習とかはしてないの？あー確かにいや、ドラマ中は見たことないっすね。へえ、多分やっぱそういう姿を見せないじゃないですか、やっぱかっこいいですよね、普通に。そのめちゃくちゃすごい、うん、すごいね、セリフ、ま、あの何カットも撮るとか、間違えるっていう回数も少なかったりしたんですか？ NG とかね。そうそうそう。あーでも全然そんな NG のイメージないっすね、まあ、完璧じゃん、めちゃくちゃすごいんだけど。当時のものとかいろいろあったりするんですか？あんの？
写真とかあるんですけど、写真、僕を抱えてるつよしくんの写真なんですけど、写真おーおーすごいすごいすごい、顔隠れてもつよしくんだってわかる、わかるわかる、うん、あともう一枚あるんですけど、打ち上げのキンキキッズさん、終了後ってこと、わー、ほんとほんとだ、なんでなんでなんで、いい歌ったんですか、あ、確かに確かに、やばい、いい、ナイス、くまさん、ナイスナイスナイス質問、いや、どうだったかな、それは何やってんだよなんで忘れてたよ今日は、ルイケくんが、うん、スペシャルプレゼントを持ってきたということで、この企画をやっていただき、行っていきたい、行っていきたいと思います、あの名シーンを再現なりきり動物選手権、おーラララララララやめて、やめて、やめて、怪我さないで、 TBS のドラマで洋楽を覚えたんですからルイケくんがお宝にしている、うん、あの当時の台本をですね、スペシャルプレゼントで持ってきてくれたということなんですけども、見たい見たい、うおぉすげえすげえすげえ、見えるかな、あーたけし、あ15歳の、あれ16歳の設定だと思ってた、15歳設定、え、ちょ、すいません、下を、あー、来ました、来た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 、おー来た、おー、今回はですね、あんまりセリフがなかったゆうたくんなんですけども、唯一最後の方にあったセリフの箇所をピックアップさせていただきました、こちらになりますね、はい、皆さん見えるでしょうか、うん、妹さん、サチのシーンもあったんですけど、サチシちゃんのところは今のところちょっと割愛させていただきましてですね、つよしくん役を3人がやってですね、はい、ルーターくんのところだけルイケくんがやっていただいて、うわ、ご本人すごい、じゃあ行こうか、わぁちょっとダメですよ、最後言ってくださいよ、マジでなんでだよ、最後無理やだろもう顔作ってる、すごいさすが、もがげも全然整ってない、よーい、スタート。何してんだこんなとこで。戻ってきたんだな。何しに戻ってきた。兄ちゃんに隠れて会ってたのか。どうしてだ。お前たちには何不自由なく、お前はさせてないはずだ。食い物だって、着る物だって、何でも揃ってるじゃねえか。なのにどうして、あんな奴と会ったりするんだよ。父ちゃんだもん、俺の父ちゃんだもん、よかった、ありがとうございます、いいですね、いや、いいですね、いや、名前ゆうたがちょっと良すぎたな、ちょっと待って、俺の方見てくれやってたんだシーン、スタート、何してんのこんなとこで、戻ってきたんだな、何しに戻ってきた、兄ちゃんに隠れて会ってたのか、どうしてだ、お前たちには何不自由させてないだろ、食い物だって着る物だって何でも揃ってるじゃねえか、なのにどうしてあんなふうにあんなやつと会ってたりするんだよ父ちゃんだもん、俺の父ちゃんだもん。はい、カット。ちょっと。いや、なんかごめんなさい。真剣にやって。真剣に。ちょっと。なんなん。よーい、スタート。ガラガラガラ。何してんだこんなとこんで。戻ってきたんだな。何しに戻ってきた、兄ちゃんに隠れて会ってたのか、どうしてだ、お前たちには不自由な生活をさせてないだろ、食い物だって着る物だって何でも揃ってるじゃないか、なのにどうして
あんなやつと会ったりすんだよ。父ちゃんだもん、俺の父ちゃんだもん。はい、カットお前ずるいぞ。何言えない言えない。最後顔で笑わせようとしただろでも今日ルイケ君と会えてね、久保さん私パーセンテージに近づきましたよね。あ、ゼロ以外ちょっとまだ分かんないです。なんでよー私のお宝グッズ、キンキグッズ、ウインターコンサート初めての東京ドーム。うわえ、当たったの。キャッシュセイバーヤッ覚えましたからね素晴らしい。